はい皆さんこんばんはおじいさんですカメラが歪んでいるのは貧乏すぎてちゃんとしたカメラを設置できないからです申し訳ございません、えー、でですね本日からレッドローパイのついに導入をしていこうと思いますまあ導入していこうと思いますというかもうこれがラストになるのかなもうこここれが終わればもうあとは誰にでもできることなのでとりあえず説明始めます えー、今回も、えー、動画の下の概要欄に必要なプログラムはもう書いているので、えー、それを参考にしてください。でこのようにテキストにしてコピペしてあの英語にして保存して Windows で保存してこちらにも今、まあ、こんな感じで、ね、USB で持ってきたらあのそのままテキスト表示されるのであとはこれをコピペするだけなので参考にしてください。はい、でまずですねデータをダウンロードします。 それがこちらです一番上のところですね。なので、このなぜこの変な角度にしてるかというとここが映るようにね、<laughs> ここがいつも映すためにねあのカメラ撮らないといけないので、まずこちらのインターネットブラウザを開きます。はい で、えー、ここのテキストの一番上の GitHub さんですね。もうここお世話になりますね。ずっとね。で、これをコピーして、右クリックを押すと、このように吹くサブメニューが出るので、で、ここでコピーを選んで左クリック。で、こちらの URL のとこですね。こ,こ,こちらに右クリックして、ペーストで左クリック。で、これで飛んでください。エンターを押してください。ここで。すると GitHub さんのこのようなページに飛んできます。はい。 で、えー、ちょっと下の方に行くとこのように緑のボタンが出てきますのでここのクローンはダウンロードをクリックしてくださいすると画面の下に Google Chrome でものをダウンロードしたことがある人なら分かると思いますがここにダウンロード表示が出ますではクリックしますあ、すいませんごめんなさい <laughs> でここをクリックした後にこうですねダウンロード ZIP こちらを押してくださいするとこのようにダウンロードが始まります はい、これでもうね、ダウンロードのデータは軽いので、これで終わりですね。で、次は、えー、ファイルのフォルダを開きます。ここになります。ここの黄色いやつね。これを Windows でもあるようにね。で、ここのトップページですね。ここの部分に、えー、持ってきましょう。ダウンロードしたここの、えー、タブですね。こういうのタブっていうんですけど、これでドラップドロック。わからない人だと左クリックを押したまま、ずーっと押したまま持ってくると、こうやって掴めるんですよ。こんな感じで。で、こちらのマイドキュメントですね。パイフォルダーの方に。 持ってきてで、ここで離します。ポンと。そしたらこちらにデータが移動されます。はい、でデータ移動されましたね。このように。でもう、えー、ブラウザの方は必要ないので、×ボタンで消しましょう。で、こちらの、えー、p のマイの MyDocument ですね。Windows でいうところの MyDocument のところに、r e t r o p のセットアップメタデータっていうのが、マスターですね。ごめんなさい。マスターが来てるので、こちらの上で右クリック。こちら、ZIP アプ圧縮されているので、回答します。で ですねここに回答しましょうっていうので左クリックをしてください。はい。するとですね、このようにレトロパイセットアップマスターというものができます。で、こちらのレトロパイダウンロードしてきたレトロパイセット えー、セットアップマスター3っていうのはこれちょっとおじいさん何回も検証でダウンロードしてるから3になってるけど皆さんの時は、えー、マスターで止まってるはずですはいでこちらをエクストラクトヒアでダウンロード回答、えー、するとこのようにレトロパイセットアップマスターという同じ名前のフォルダーができてますこれは回答したものですねでもこちらの圧縮したものはいらないので、えー、ゴミ箱にそのままこんな感じでドロップドロップさっきと同じですね左ボタンを左クリックを押しながら持っていってゴミ箱の中でポイってしてもいいですし、えー、右クリック押して この move to worst basket かなっていうのを押したらダウン、えー、削除されますので、こちらで、本当に削除していいのって出るので、Yes を押してください。これで削除されます。で、この RetroPy Setup Master っていうものが、このままでは使えないので、こちらの上で右クリックをします。そして、えー、このようにサブメニューを表示させて、下にあるリネームですね。ちょっと見えてないかな。よいしょ。ちょっと待ってよ。よいしょ。 これでここにリネームってありますよね。名前を変えるってやつですね。こちらで左クリック。そしてこのように名前の変更のが、えー、できる画面になるので、ここで、えー、後ろの、えー、ハイフンとマスターを削除してください。このように、だから名前はレトロパイハイフンセットアップだけにしてください。で、OK です。 はい、こちらで先ほど、えー、レトロパイセットアップマスターでやった名前がレトロパイセットアップにリネームされたと思います。名前の変更ですね。で、こちらの、えー、画面はもう消してもらって大丈夫です。で、次ですね、ターミナルというこの黒板みたいなアイコン、こちらを押します。すると、ここに真っ黒の画面が出ますので、次の2行目ですね、CD レトロパイセットアップ、こちらをコピーします。まずドラッグアンドドロップで選択して、 右ボボタタンンを押してで左ボタンでで左コピーでこの黒板の上で右クリックでペーストで左クリックでエンターを押してください。はいするとこれ何の指示かっていうとあの普通僕たちってこうフォルダーを選択してポンって自分でこのあとじゃあ レトロパイとかこうやってて動いていくよねこれをいちいちこういうコマンドプロントっていうのは指示してあげないといけないんですよねだから CD レトロパイセットアップっていうのは CD っていうのはこれまあそこに移動するってことですフォルダーにねなんでレトロパイセットアップのフォルダー行ってくださいねっていう今指示を出して成功していると下の方にえーこれですねパイラズベリーパイの次にえコロンでこう波線スラッシュでレトロパイセットアップ S ってなりましたよねこ,これがフォルダーここに移動僕しましたよって あのちゃんと向こうが言うてくれてるんですね。こうなってれば成功です。で、ここで、一番最後の行ですね。こちら、sudo-retro-py-setup.sh ですね。これをコピーして、で、こちらに持ってきて、同じようですね。右クリックでペースト。これでエンターを押してください。はい。で、こちらの画面が出てきます。 で、これがレトロパイのインストールのソフトになります。ソフト、まあソフトの中身ですね。ソフトの中身になるので、こちらから各所、えー、インストールを開始していきます。まず OK でエンターを押します。で、こちらの画面になって、まずベーシックインストールってものをインストールします。で、この、当面この画面で作業します。レトロパイはこれがいろいろな設定をする画面になりますので、ちょっと先に基本操作をお伝えしておきます。こちら、キーボードで上下に押すと、まずこうメニューの。 切り替えですすねががでででききることができますで、えー、右と左で o、OK、k イグジットヘルプっていうのを選択します。これキーボードの上下でここ動きますよねこうやって。でキーボードの左右でここが動きますこんな感じで。うん。だから普通ならこうキャンセルとかっていう方法ですがいちいちまず何をするか。で 上下で決めてでそれが OK なのかキャンセルなのかっていうのを決めてまた Enter っていうので最終決定しますなので皆さんの場合はベーシックインストールをして OK この状態でこれでいいですねっていうことで Enter を押してくださいはいするとまたずら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 ーっと英語なんかマトリックスみたいな画面になりますのでまずそれを行ってくださいで「インストールしますか?」と出ますので YES ですね高須クリニックではないですが YES でエンターをしましょう するとまたじゃあこれ結構長いんでねのんびり待ちましょう紅茶でも入れてね、はいえー、のんびりちょっと、あのー、昔のドラマとか見ることをおすすめします、はい、でそれが終わったら次はこのアップデートこちらを押してまた OK の状態にしてエンターを押してくださいでこれが結構長いと思います、はい、でもそれもまたずら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 と見てください、はい、でまた終わるとここに戻ってきますので 次はこのマネージパッケージですね。その次は。だから1やって、2やって、次こうやってね。マネージパッケージ。こちらでエンターを押してください。こちらはさらにこうファイルの中にまたファイルがあるという状態になります。で、マネージコアパッケージ。こちらですね。こちらでエンターを押してください。はい。で、ここでインストール、えー、インストールでスラッシュアップデータ、オールコアパッケージ、フロブマイナリー。 ここでエンターを押して、えー、OK ですね。OK でエンターを押してください。そしたら、えー、必要なこう、レトロパイっていうのはたくさんエミュレーターがあって、それをまとめる集合ソフトなんですよね。で、その一個一個のエミュレーターを動かすための Core っていうのをプログラムですね。なので、エミュレーターのデータをこれダウンロードしてくれます。これも結構時間かかったかもしれないね。はい。で、これインストールした後、 えー、こちらを選択して OK ですね。またずらずらずらっと英語が出て、またここに戻ってくると思います。はい、では、1個前のフォルダー、ここに来る前のフォルダーに戻るためにはバックですね。だから、キーボードの右側を押してください。すると、OK からバックに行きましたよね。これでエンターを押します。1個戻,る戻りますね。で、エンター。はい。で、エンター。はい。戻ってきましたね。で、次、上から2つ目のメイ,ン、えー、メイン、マネージャーメインパッケージ。こちらですね。これ、上下で変えれますね。 で下を押してこれに合わせて OK に合わせて Enter を押してください。はいするとこういう画面が出てきます。ここはねちょっとね説明が非常に難しいんですよ。